欧州サッカーの2024-25シーズンが開幕する日本代表にも名を連ねる面メ々ンメンが自らの価値を高めるシーズンに挑む中で三オ薫はプレミアリーグ挑戦3年目を迎える収益を大きく伸ばし気鋭の新監督を迎えたブライトンと共にどう歩むか日本ツアーで記者が聞いた言葉から展望するエスタブリッシュメントに立ち向かっていきたい 今季からブライトンホーブアルビオンを率いるファビアン・ヒルツェラー新監督は就任会見でそう語った。初挑戦のプレミアリーグで支配者たち、ロンドンや北西部のビッグクラブたちに挑んでいくことを約束した現在31歳のドイツ人指揮官は、開封カオる南部のビーチタウンを本拠とするクラブにふさわしいフレッシュな指揮官だ。アメリカはテキサスで生まれ、 ドイツのバイエルンミュンヘンの下部組織でプロを目指していた頃から指導者としての才を見せ当時のチームメートだったエムレジャン現ボルシア・ドルトムントに素晴らしい監督キャリアを送るだろうと言われているそして昨季シニアレベルで初めてシーズン開始から正式に指揮を取った FC ザンクトパウリをブンデスリーガ2部の優勝に導きブライトンのトニー・ブルーム会長のメガネにかなった 日本でのプレシーズンツアーで見た限り、ヒュルツェラー監督にはドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督をはじめ同国の気鋭の若手指揮官に共通するアイデアが感じられた。前任の超攻撃的なイタリア人監督ロベルト・デゼルビと同様の勇敢さを持ちながら、私は常に攻撃と守備の程よいバランスを重視すると本人は語っている。そんな新監督が率いる新生ブライトンでも、 三オ薫はチームの不沈の鍵を握る存在だ。そもそもこの27歳の日本代表がいなければ、ブライトンがクラブ史上初の日本ツアーを行うこともなかったはず。その意味でも、最も重要な選手の一人なのである。立ち上がりはコンパクトにできていたのですが、暑さもあって途中から前に出ていけなくなって、サイドで数的優位を作られて運ばれるシーンが多かった。前が行くのか、 後ろが引き込むのかそのかそ課題もまだあるただ監督は、前からどんどんチェイスして、強度を高くやりたいはずなので、フィジカルを高めていかないと、7月24日に国立競技場で鹿島アントラーズに5対1の完勝を収めた後、三笘はそ試合を振り返った。シーズン真っ只中の J1 リーグで3位につけるチームを相手に、 プレシーズンの公式な初戦で圧勝しながら彼はいつも通り修正すべき点を強調した。左ウィングで前半だけプレイし、得点に直接的に関与することこそなかったものの、攻撃だけでなく守備でもチームに寄与した三マについて、ヒュルツェラー監督は次のように話している。今日彼は見事なパフォーマンスを見せた。我々が最も大事にしているのは、相手ボールの時にいかに動くか。 球を失った時にどうカウンタープレスをかけるか。その点でもポジティブなシーンがたくさんあった。